さんこんにちは、かっちゃんです。ラザニアということで、今日はトウモロコシと最近よく使ってる餃子の皮を使いながら、レンジで作れて簡単に美味しく作れるトウモロコシラザニアを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。トウモロコシの外側の汚れた皮を 2,3 枚剥いたら、水にさっとくぐらせてラップで包みます。ラップで包んだら600ワットの電子レンジで5分加熱したら粗熱を取ります。玉ねぎ4分の1個 60g をみじん切りし、鶏もも肉 100g 3分の1枚は細かめに切ります。切り終えたら玉ねぎ鶏肉の順に耐熱のボウルに入れ、ラップをして600ワットの電子レンジで2分30秒加熱します。加熱したらバター 10g を加え、鶏肉をほぐしながらバターを溶かし合わせます。バターを溶かし合わせたら薄力粉大さじ2を加え、全体にダマがなくなるまで混ぜ合わせます。薄力粉を合わせたら牛乳 200ml を加え、さらに混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら600ワットの電子レンジで6分、ダマにならないよう途中で1回全体を混ぜながらとろみが出てくるまで加熱します。はい、では全体にとろみが出てきたら、顆粒コンソメ小さじ1、醤油小さじ2、塩コショウで味を整えます。調味料を合わせたら、加熱したコーンの粗熱がちょうど取れたので、ラップを取り外して皮を剥きます。では皮を剥いたら、短い方向に半分に切ったら、さらに長い方向に半分に切ります。ではこの状態になったら、このままポロポロっとトウモロコシの実を倒していくと綺麗に実が取れるので、実を取ってください。実を取り終えたらホワイトソースに加えます。最後少し上から散らすと彩り良くなるので、少しだけ残しておいてください。トウモロコシを入れたら全体をよく混ぜ合わせます。はい、ではトウモロコシを合わせたので、グラタン皿に合わせた材料を敷き詰めます。材料を敷き詰めたら、餃子の皮を軽く水で濡らして二重にしながら敷き詰めます。ではもう一度ホワイトソースを上に乗せて餃子の皮を敷き詰めたら、もう一度餃子の皮を乗せて上にホワイトソースの残りを乗せます。はい、では餃子の皮とホワイトソースを入れたら、取り分けておいたトウモロコシを上に散らします。トウモロコシを散らしたら、上にミックスチーズを散らします。ミックスチーズを散らしたら、トースターや魚焼きグリルの中火で10分ほど焼き目がつくまで焼きます。では全体にこんがり焼き目がついたら、乾燥パセリを散らします。OK。 はい、ではこんな感じで餃子の皮とレンジで簡単トウモロコシラザニアの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は旬のトウモロコシと餃子の皮を使いながらトウモロコシラザニアを作ってみました。それでは本日は秋なし酎ハイで乾杯。乾杯。くーなし。じゃあ早速いただきましょう。今回は先日も使ったんですけど、トウモロコシ使いながら
ちょっと雨が降ったりして涼しくなった気がするので、温まれるようなラザニアを作ってみました。じゃあもうコーンたっぷりで、おー、チーズもいい感じですね。いただきましょう。いただきます。ラザニア。あ、美味しい。旬のトウモロコシと鶏肉、玉ねぎを合わせながら、餃子の皮をラザニアの皮の代わりにしながら、手軽に簡単に美味しく作れるレシピになってます。トウモロコシはレンジで加熱するとき、皮付きのまま、そのまま加熱すると、蒸している状態になって、しっかりと中まで火が通って、甘さも際立ち、美味しく仕上がります。ラザニアっていうとミートソースが多いイメージがあるんですけど、ホワイトソースにしてトウモロコシにも玉ねぎにもよく合った味わいになってます。ホワイトソース部分もコンソメで味をつけながら少し隠し味に醤油を入れているので、この醤油の風味がトウモロコシともよく合って美味しく仕上がります。餃子の皮を2枚重ねて使用することで厚みが出て食感が出るので、ほんともちもちのラザニアの皮って感じです。このもちっとした食感がすごく美味しいレシピになってます。なんか結構最近雨が続いたりして、まあ、撮影してる日は結構今日涼しいんですけど、ちょっとこうあったかいもの食べたいなって時にもレンジで作れますし、手軽な材料で簡単に美味しく作れます。で最後焼き目をつけるプラス、ちょっと中の餃子の皮にも火を通してるんですけど、もし先に上のチーズが焦げそうになった場合は、ホイールをかぶせて焼いたりとか、まだ食べた感じちょっと餃子の皮火通り甘いなって時は、レンジで加熱しながら食べてみてください。うん。はい。ということで今日はトウモロコシと餃子の皮を使いながら、トウモロコシラザニアを作ってみた動画でした。たっぷりの甘みの詰まったトウモロコシと鶏肉、玉ねぎ、ホワイトソースがすごく美味しいレシピで、ラザニアの皮がなくても餃子の皮でもちっとした食感がすごく美味しいレシピになってます。ほんとレンジで加熱してあとは重ねてグリルやトースターで焼くだけですごく簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、ラザニー。パンかご飯にのせたい。